水古伝水古伝108世一覧表、再復再復は、中国の小説で四大記書の一つである、水古伝に出てくる、登場人物。梁山伯第94位の高官で、地平性の生まれ変わり。あだ名は、鉄肘自白で、腕っぷしが強く首切り役人も兼ねていたことから、鉄腕の意味を込めて名付けられた。弟に、再慶がいる。元は、北京大名府の老役人で、 首切り役人も兼ねていた。両残白は、ロトシヨシを仲間に引き入れるべく、御用が計略を巡らし、ロトシヨシは、両残白の族と通じている罪で逮捕される。老役人の彩服は、ロトシヨシの処遇について、例えば裁判前に毒を持って病死したことにしてしまう、こともできれば、ロトシヨシが裁判で有利になるよう役所の仲間に、 働きかけることもできるという、実質的に、ロトシヨシの命を握る重要な立場にあり、それに目をつけた、利方で、ロトシヨシの妻の歌詞と密通して、店を乗っ取っていたから、ロトシヨシを殺してくれと賄賂を渡され、一方で両山伯の最新からも、ロトシヨシを助けてくれと賄賂を渡されてしまう。彩福は、弟の彩慶とも相談し、対応に悩むが、 結局、両山伯の言う通りに、ロトシヨシが裁判で有利になるように上役などに、働きかけ、結果ロトシヨシは、流刑と決まる。しかしロトシヨシは護送途中で、遠征に一旦助けられるものの、すぐに再び囚われて、北京に戻され、今度こそ、死刑となった。彩服は仕方なく首切り役人の任を果たそうとするが、刑場に、石州が妨害に入り、 ロトシヨシはその場での処刑は、免れた者の石州と共に囚われた。西福は二人を優遇し、両山泊の北京攻略軍に協力して、弟と共に、両山泊まり入りした。両山泊でも、処刑係となったが、作中では、実際に誰かを処刑する描写はない。放浪討伐の際の整形圏での戦いで、森かすかによって、重傷を追い戦死した。 ありがとうございます。